俺は霧雨マリサ、陸上のインターハイを控え、20キロの走り込みをしている。しかし暑いな、今日の気温は39度あるらしい。これはサハラ砂漠の平均気温以上なんだそうだ。はぁ、はぁ、しかしきっついな、くそ、死ぬ気で走らなきゃ。なんか、頭が。マリサ、そんな、インターハイ絶対行こうって言ったのに、県予選も1週間後なのに。先生、マリサは、命に別状はありません。ですが、意識が戻る見込みがありません。もしかしたらこのまま昏睡状態が長く続くかもしれません。どれくらいですか？わかりません。このまま一生寝たきりかもしれないし、数日のうちに目を覚ますかもしれません。当分は治療の上、様子を見ましょう。マリサ、このまま寝たきりなんて嫌だよ。早く目を覚ましてインターハイ行こうよ。マリサあれ、ここどこ？てかなんでかは、俺は確か、熱中症でぶっ倒れて、意識がなくなって。そうか。もうサンズの川か、インターハイ。出たかったな。ちょっと待って。え？あなたはまだ死んでなんかいないわ。まだ生死の境をさまよってるだけ。だから安心して。なんで天使がこんなところに。申し遅れました。私、サンズの川の案内役の天使です。て、天使がサンズの川にいるのか？てかそんなことしちゃいられない。俺は早く現世に戻りたいんだ。戻り方を教えてくれ。うん、それはあまりおすすめしないな。どうしてだ、俺の体はまだ現世で生きてるんだろ。どうしてもやりたいことがあるんだ。じゃあさ、今君の体は病室のベッドで植物状態になってるんだけど、その様子を一回見てみてよ。今このテレビで見せてあげる。おう。マリサ、こんなところで終わっちゃうの。そんなの嫌だよ。そうだよ、マリサ。こんなところでくたばってどうすんだよ。マリサいつも誰よりも元気で、誰よりも早く走って、誰よりも気合い入れて私たちを引っ張ってくれたじゃん。早く目を覚ましてまた一緒に走ろうよ。今ならまだインターハイだって間に合う。そうよ、みんな、よし、やっぱり早く戻らせてくれよ。いや、あれじゃ戻らん方がいいわ。なんでだよ。だってお前の仲間、みんなインターハイがどうのとか、そのことばっかじゃん。心配してるからこそ声をかけ続けてくれるんだろ。は？これだから熱血根性の大好きな日本の饅頭は、お前は頑張りすぎたから倒れたんだ。なのに、早く目を覚まして、もっと頑張れよ。って、それが仲間かよ。仲間なら、よく頑張った。無理すんなよ。もうゆっくり休め、くらい言えるはずなんだがな。だからお前の仲間はお前の身を案じてなんかいない。インターハイのことで頭がいっぱいなんだ。お前このまま現世に戻ってもどっちみち死ぬぞ。いや死ぬは言い過ぎだろ。頼むから私とサンズの川渡ってくれ。今船を出すから。別に今から目を覚ませばインターハイにだって出れるさ。熱中症だってならないように対策をもっと万全にすればいい。それにきっと、サナエやレイムだって俺が死ぬほどインターハイに行きたいのを、分かってくれてるからああいうことを言うんだ。違うか。マリサ。早く目を覚ましてよ。マリサ。では続いてのニュースです。昨日の昼過ぎに、ゆっくり県ゆっくり市内の市街地で、今週開かれる陸上のインターハイに備え走り込みを行っていた、地元の高校の陸上部の生徒が、走り込み中に熱中症とみられる症状で倒れ、救急搬送されました。今のところ意識は戻っておらず、昏睡状態が続いているとのことです。では次のニュースです。マリサ。実は私、お前の未来、もう知ってるの。え？お前はインハイには行く。だけどその後お前はプロセの道を志すようになって、過剰な走り込みの末脱水症状になり、お前は本当に寝たきりになる。そんな。植物みたいな状態で生きるっていうのは、辛いことだよ。もしかしたら死ぬよりも、しかも、お前にもっと練習するように言ったのはあいつらなんだ。あいつらに背中を押されて、結果的にお前は寝たきりになってしまうんだ。そんな。でも俺は、少なくとも、このままインターハイに出ずに死ぬ方が、植物になるよりよっぽど辛いと思う。出たいのはレイムやサナエだけじゃない。俺自身もなんだ。なら目を覚ました時仲間にこう言ってやってくれ。今は少しだけ休ませてくれ。俺も無理しすぎたわ。でね。マリサ。おいおいそんな中でも、よかった。これで大会間に合うね。練習、できそう。そのことなんだが、具合が完全に良くなるまで休ませてくれないか。これからはあんまり無理したくないんだ。でもマリサもうちょっとタイム落とさないと。サナエ。ダメよ。マリサは頑張りすぎる子だから。少しはメリハリも必要なのよ。そうだよね。練習しすぎて倒れてもダメだし。みんな、ごめんな。畜生。あと一歩でインターハイだったのに。マリサ、お疲れ。サナエはたった今インターハイ出場を決めたわよ。すまない。俺が不甲斐ないばかりに、不甲斐なくなんかないわよ。今まで全力でやってきたじゃない。3年間ありがとね。おそらく、インターハイに行った世界戦の俺は、ものすごく無茶な練習をして、インターハイへの切符を掴んだに違いない。けれど、陸上だけが人生じゃない。人生健康に生きてれば、陸上以外にも、そういう無茶もしたくなるくらい情熱を注げることにたくさん出会えるんだって。ここに来てようやく気づいた。